私が行っているヘアケアを全部紹介していこうと思います。使ってるシャンプーやリンスやドライヤーやブラシなどのツールだけじゃなくて、普段行っている特別ケアや行っているサロンも紹介していこうと思います。それではヘアケア紹介スタート。映らないかなと思って部屋着の T シャツのまま撮ってるんですけど、意外と映る。知ってますか、このポプテピピックちゃん。この EDM の文字がたまに見えて恥ずかしいけど、このままいきます。まず使っているシャンプーがじゃーん、ボタニストです。こちら SNS で話題になってすごく一気に広がったと思うんですけど、どうせインスタで話題になってるだけでしょと思って、試しに買ってみたんですけど、意外と良くて、これを使ってから髪が傷みにくくなったし、安定した髪質が続いてます。植物成分が元になっているっていうのも安心して使えるし、あと何よりもうね、香りが本当にいいので、お気づきかと思いますが、こっちが白いキャップでこっちが黒いキャップになってると思うんですけど、ここでね、私間違えて買っちゃって、こっちがスムースでこっちがモイストって言ってて、スムースの方は髪の張り腰が気になる方、髪が細く柔らかい方、サラサラとした指通りがお好きな方っていう、ちょっと髪が柔らかめの方向けだと思うんですけど、私とかも本当にザ・猫っ毛で巻くとすぐ取れちゃうような髪質をしているので、そういう方はこのスムースがおすすめなんですけど、こっちのモイストは髪の広がりを抑えたい方、ダメージヘアが気になる方、わーって広がりやすい方はこっちのモイストを使うべきものだと思います。それを私はシャンプーはモイストなのに、トリートメントはスムースを使うっていう、どっちやっていう使い方をしてます。次はね、揃えて買おうかと思うんですけど、このボタニスト自体がいいのか、髪質が良くなりました。そしてシャンプーをする前に必ず行っていることが、一旦髪全体をブラッシングすることです。こうすることによって、1日外に出かけてた時とかのホコリとか、そういうゴミがブラシに付着して取れるので、溶かしてから洗うと汚れが取れやすく、そして絡まりにくくなるそうです。で、そのブラシに使っているのがじゃーん、アベダのヘッドスパブラシです。ちょっとずっと使ってるので本当汚いのでお見せしたくないんですけど、この部分がプシュプシュなってクッション性があるので、こう頭皮のマッサージができるっていうブラシです。頭皮をプッシュしながら後ろに溶かすと、顔のむくみが取れたりとか、地肌の血行促進になるので、とブラシにしては2000円ぐらいするので、うーんって思うんですけど、買ってから本当にずっと使えるものではあるので、1個自分の髪のために奮発して買うのもおすすめです。で、じゃーん、まずこの2つは私がずっとお世話になっているエニシっていう恵比寿にあるヘアサロンさんがプロデュースされた商品です。なんか美容院いいとこないかなって探している方にも、本当に私はエニシさんをおすすめするんですけど、私なんかよーみたいな美容師さんがいるところの美容院ちょっと苦手だったりとか、あとはすごく広くて鏡がいっぱい置いてあるような美容院だと、なんかたくさん人がいて結構なんかそわそわしちゃったりするので、エニシってすごくアットホームでコンパクトで、なんか行くとホッとする空間で、あと美容師さんもそのなんかヨーヨー系美容師さんがいらっしゃらないので、で、もともとすごく大手の美容院にいらした方が独立して作った美容室なので、もうね、技術的にはもう頼れるどころの騒ぎじゃないぐらい、行けば絶対理想の髪型とか髪質だったり髪の色にしてくれるので、すごく安心して通っている場所です。ぜひ私の視聴者さんにも行っていただきたいなと思うんですけど、そんなエニシ紹介はさておいといて、じゃーん、このアイセカンドローション、これ髪が傷んでる方には特別おすすめしたいです。これをシャンプーとトリートメントが終わった後にしっかりとタオルドライしてから、これをねシュッシュって全体8プッシュから10プッシュぐらいかな、私の髪の長さだと。傷むのも遅くなったし、髪が明るくなりにくくなりました。あとはやっぱり夏の紫外線とかでやられてる時期にはもってこいでありまして、で、これ熱に反応して髪の栄養を修復して補ってくれるものなので、ドライヤーによって髪が傷むんじゃないかなっていう、そういうのが心配な方にもおすすめです。あとはこれ朝の寝癖直しにも使えるので、これ1本あるとそのドライヤー前のミストとしても寝癖直しとしてもう本当にもう使える子なので、結構毛先が乾燥しがちな方とかトライしていただきたいです。そして秘密兵器じゃーん、ボタニカルエクストラクトオーガニックオイル。こちらは髪が乾燥しがちだったりとか広がりやすい方には本当におすすめなヘアオイルです。
香りがプルメリアの香りなので、ハワイ好きの方にもおすすめしたいです。アロハな気分になれるヘアオイルです。ドライヤー前にこのアイセカンドローションを8から10プッシュ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 ってした後に、これをワンプッシュ半プッシュぐらい手に取って、まあ、毛先を中心につけるんですけど、頭の方までつけちゃって大丈夫なオイルです。オイルって結構毛先中心につけてくださいっていうものも多いと思うんですけど、これは髪全体にもちろん頭皮にもつけても大丈夫なオイルでできているので、これを使ってドライヤーをすると天使の輪ができちゃうんですね。このオイルを使い始めてから街で、待って天使いるって天使に間違われることが増えましたまあそんな茶番は置いといてですね、まあでもそれくらい梅雨の時期は毛先が広がらなくなったし、冬とか私絡まりやすくて仕方がなくて髪に毛玉ができたりもするんですけど、そういうこともなくなってパサつきが抑えられるようになりました。ドライヤー前だけじゃなくても広がりを抑えるために毛先中心にまぶしてからお出かけするのもおすすめです。さっきお話しした通り恵比寿にある美容院なので、そんなとこ行けないわよって方もいらっしゃるかと思うんですけど、最近オンラインショップも始めたみたいなので、概要欄に URL が貼ってあるのでぜひこちらチェックしてみてください。本当にね、髪パサつくって方にはぜひお試しいただきたい。でこちらアイセカンドローションが2300円ぐらいで、こっちも2500円ぐらいするんですけど、コスパは良くていつなくなるんだろうっていうぐらいあんまりなくなりません。でもちろん単品でも売ってるんですけど、セット売りだとちょっとお得なのでそちらがおすすめかなと。でもちろんその恵比寿にあるエニシさんの店頭でもゲットできるので、行ったついでにゲットしてみてください。そしてこの夏活躍してくれてるのがじゃーん、ディーゼス、ディーセスデイチャーム UV ミスト。これ髪の日焼け止めです。 SPF50 の PA4+ っていう結構強い、これを髪全体にシューってやって、この頭皮の部分はここをダイレクトに狙って分け目も日焼けを予防するようにしてます。結構いつも同じ分け目の方ってここが一気に茶色くなってきちゃったりすると思うんですけど、それを予防して、このアイセカンドローションで根本の日焼け予防もしてるんですけど、海とかフェスとか出かける時はこういうものを使ってさらに髪を日焼けから守るようにしています。そして愛用しているドライヤーはじゃーん、とにかく乾くのが早くて、この部分が何個も付け替えられる部分があるので、いろんな髪質の方に合ったタイプの乾かし方ができるのも良いなと思います。まあまあふざけてレビューしてる動画があるのでそちらをぜひご覧ください。以上が私のヘアケア紹介でした。まあ、肌って結構改善するまでに時間がかかったりもすると思うんですけど、髪っていいアイテムに出会うと結構良くなるのはお肌よりは早いと思うので、参考にしていただけたら嬉しいなと思います。一緒に髪質改善頑張っていきましょう。行きまっしょいっていうなんかドラマあったよね昔この動画を楽しんでいただいた方は高評価ボタンとチャンネル登録もぜひお願いします。インスタグラム、ツイッター、オフィシャルブログも更新しているので、そちらのフォローやチェックもお願いします。概要欄に URL がございます。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。石井亜美でした。